はい、どうも、モデリングスタジオジーグスさんです。よろしくお願いします。今回の動画ですが、カーモデルを作ってみよう。初心者講座。こちらの第6回目ですね。はい、今回はですね、中研ぎともう一度クリアを吹くというところをやってみようと思います。はい、ということで、今回も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ではね、今回も早速やっていきましょう。今回は、中研ぎで、デカールの段差を消して、もう一度クリアを置くという作業をやろうと思います。で、やる前にね、ちょっと解説したいんですけども、そもそも中研ぎ、あとデカールの段差を消すってどういうことなのというふうにね、思う方もいると思うので、これちょっと言葉で説明すると難しいので、ちょっとホワイトボードを持ってきて、ちょっとここでね、図解で説明しようかなと思います。はい、ちょっとこれ避けますよ。よいしょ。ホワイトボード。はい、これですね。来てますよね。大丈夫？あ、大丈夫ですね。はい、じゃあね、これに書いて説明しようと思います。ですね、このボディの断面を超拡大したような感じで、ちょっと書いていきますね。まず、ここにね、パーツの表面があります。ありますね。で、工程でいくと、一回サフ吹きました。今回で言うと白いサフですね。ホワイトサフを吹いてます。で、その上にイエローを塗装しましたね。こういう感じになってます。で、その上にデカール。こういう感じのデカールを貼ったと思ってください。こんなに実際厚みないですよ。だけど、見やすくするために厚みを持ってわざと書いてます。で、その上から、クリアをね、こんな感じで吹いてますね。はい。こういう状況になってます。で、ここで、中研ぎやってデカールの段差を消すとどういう風になるかというと、今ね、デカール貼った分だけクリアの層がこう一段盛り上がるようになってるわけです。この出っ張ってる部分をサンドペーパーで研いで平らにするという作業ですね。これが中研ぎでデカールの段差を消すという作業です。はい。なので、クリアをね、何度も吹いておかないと、このデカールの厚みよりもクリア層が薄かったら、デカールを削ってしまうと。だから、ちょっと書き直しますと、ですね、クリア層が例えば、まあ、1、2回でいいやというぐらいな感じで、デカールの厚みよりも薄い感じになってしまう。こういう感じですね。クリア層はあるんですよ。で、当然段差もあるんです。で、中研ぎで段差をね、消そうと思ってやると、どういうことになるかというと、平らにしようとすると、デカールも一緒に削れてしまうということが起こるんですね。なので、デカール貼った後のクリアは、ある程度厚抜きをしなければいけないということなので、デカールが、例えばこれぐらいの厚みだったとします。となったら、これよりも厚くクリアを乗せないと、デカールを削ってしまう。ちょっと回りました。ごめんなさい。デカールをね、一緒に削ってしまうという危険が高まりますので、少なくともデカールの厚みよりもクリア層を厚く持ってあげなければいけないということですね。これができることによって、この出っ張り、要は出っ張ってる部分ですね、盛り上がってる部分を削ってもデカールまで到達しないので、鳴らした時に真っ平らになると。これが中研ぎ、そしてデカールの段差を消すという作業です。はい。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、とりあえず言葉で説明するよりも図に書いてこうですよってことを説明した方がいいと思ったので、ちょっとホワイトボードでね、説明してみました。はい。で、改めてパーツの方を見ますけれども、2週間、3週間前ぐらいかな、もうそれぐらい経っちゃいますけども、塗装したパーツ、クリアを塗装したパーツが今ここにあります。はい。では、ここから中研ぎの作業を解説しながらやっていきますけれども、クリアを拭いて3週間経った、ボディ、どんなになってるかと言いますと、ちょっと拡大しましょう。見えますか？このルーフのザラザラ感というか、ゆず肌感というんですか？この辺もそうですね。この反射を見ていただくとわかるんですけど、反射の輪郭がぼやけてますね。そして、デカールの段差、できてますね。はい。これが、さっき解説で言った状態になってるということですね。今ね、拡大で見ていただいた部分、平らにしていくという作業ですね。はい。で、使うサンドペーパーなんですが、僕はね、1500番使います。1500
1500番が一番安全だと思うんだよな。ちょっと時間かかってもいいから2000番でもいいやって人いるかもしれないですけど、2000番だと本当に時間かかるので、1500番、うん、そうですね。1200番だとたまにね、勢いでっていうか、ちょっとね、削れすぎてしまう時があるので、ちょっと怖いので、まあ一番メジャーというか、一般的には1500番がいいかなと思います。はい。で、まずね、じゃあこのボディを研いでいきますけれども、1500番のパーツをね、まず切って、水研ぎといって、水で濡らしてね、研いでいく方法をやります。で、力は必要ないです。無駄に力を入れる必要はないです。なんでかというと、サンドペーパーってなかなかね、細かい板って削れていかないので、あんまり削れてないなと思っちゃって、どんどん力を入れ気味になっちゃうんですね。そうすると、クリア層が今乗っかってはいますけども、どん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 薄くなっていくっていうことですよね。サンドペーパーで削っていくというか。それを、やりすぎると、クリア層がなくなってしまって、塗装面も削ってしまうっていうトラブルになるので、あまりね、力を入れすぎることはしない方がいいかなと思います。で、今ね、ちょっとペーパーで研いだ後、ちょっとティッシュで拭きましたけども、こうやってね、少し研いではペーパーで、あ、ペーパーではない、ごめんなさい。ティッシュペーパーで拭いて、表面の状態を確認しながらやっていく。これが一番安全で、なんだろうな、ミスしないやり方かなと思います。はい。はい。ちょっとね、ペーパー当ててみました。状況どうなるかと言いますと、ちょっと拡大しましょう。わかるかな？ちょっと拡大しすぎたかもしれないんですけど、全体的にね、どっかで映るとこないかな。あ、これわかるかな？少しね、これ、光ってるところとそうじゃないところありますね。この光ってるところは、ペーパーがまだ当たってないということなんです。なので、段差があるということなんですね。なので、これがなくなるまで、綺麗にペーパーで削っていくということです。綺麗にペーパーが当たるとですね、こういう光ってる部分がなくなります。で、全体的にこういう艶消し状態になりますので、それを目指してやっていくということです。で、デカールの周り今からやりますけど、ここもね、今ペーパー当てたらどんな感じになるのかというのをね、ちょっと皆さんに見ていただこうかなと思います。1500番といえど、結構削れるのでですね、力を入れすぎてしまうと、本当にあっという間にクリア層なくなってしまうので、本当に優しく、丁寧に、丹念にという感じで、ペーパーは当てていった方が、デカールを削ってしまうというトラブルになりにくいですね。はい。よし、ちょっと今、ここの部分、ペーパー当ててみました。で、ですね、拡大しますよ。超拡大しましょうね。わかりますかね？デカールの周りまだ光ってますね。で、このライトのここも光ってますね。この光ってる部分ってのはさっきも言いましたけど、まだペーパーが当たってないっていうことなので光るんです。これが、どういうことかというと、まだデカールの段差分だけクリア層が盛り上がっているということなんですね。で、これが、クリア層をきれいに削り切って、ここが平らになると、こういう当たってない光り方のというか、当たってない部分がなくなっていきます。そうなると、段差が消えたということなので、それを目指してやっていきますね。はい。よし、どうでしょうかね。ちょっと、ある程度やってみましたけれども、デカールの段差消えたかどうかっていうのを確認していただきたいですね。よし、だいぶ消えたと思うんですが、ちょっと拡大してみましょうか。はい、超拡大しますよ。わかりますか？さっき光ってた部分なくなりましたよね。はい。これでデカールの段差が消えたということになるんです。要するに、ペーパーが全部当たってるので、ここが均一になった。均一になったから、ペーパーの当たってない部分がなくなったということですね。こういう風にやっていくことを中研ぎと言います。はい。この中研ぎという作業がですね、やっぱりなかなかね、気を使うところではあります。カーモデルやってると。ですけど、ここをね、しっかりやらないと、この後ね、もう一度クリアを拭くんですけども、この時に仕上がりがどうしてもね、綺麗にならない。
ということになるんですね。なので、ちょっとね、手間はかかりますけれども、この中研ぎでね、時間かかってもいいからしっかり平らにしていく、デカールの段差を取っていくという作業をやった方がいいのかなと思います。はい、中研ぎの作業がですね、すべて終わりました。均等にね、ペーパーが当たるとどんな感じになるのかというところですけれども、拡大するとですね、こんな感じで全体的に艶消しの状態になります。で、ペーパーが当たってないところがあると一部光っていたりというところになりますので、そういうのがね、残らないように均等にペーパーをかけていきます。ここはね、パーツが入るところなので、わざわざペーパーをかける必要はないですね。はい。こういう感じになります。こういうのが残ってたりすると、ペーパーが当たっていないということなので、きっちり当てていきましょう。はい。はい。そしてですね、次の作業に行きますね。で、次の作業は、仕上げのクリアですね。で、もう一度、このクリアを拭くんですけれども、このクリア、1回目というか、このデカールを貼った後に塗装したね、クリアとは若干やり方が違うんですね。何が違うのかと言いますと、1回目の時はね、薄拭きを最初重ねて様子を見ながら、何度も塗装していくということをやりました。もう一度クリアは、薄拭きを重ねるのではなくてですね、ちょっと難しいんですけれども、厚めにバッと一回拭いて全体的に光らせるようにして終わりにするという感じですね。で、全体的に光ってるような状況になるということをウェットにすると言うんですけれども、濡れているかのように光ってるという意味ですね。そういう風にすることを目指して一回だけ塗ってやってみましょう。これが例えば薄拭きだったりすると表面ザラザラしたりしてね、濡れてるように見えないということになるんですね。なので、ウェットに仕上げるというのは、ちょっと、勇気がいりますけれども、一気に厚拭きして、綺麗なね、ツヤを出すというところを目指して塗装していきます。はい、ではね、塗装ブースの方にね、またカメラを映して撮影してみようと思います。はい、それではですね、仕上げのクリア塗装をやっていこうと思います。ちなみにですね、1500番かけてから何もしてません。ペーパー傷残ってた状態でクリア拭いて大丈夫なのかと思う人もいるかもしれませんが、1500番程度の傷でしたら、クリアで埋まってしまうので何も問題ありません。むしろ、ツルツルにしてしまう方が次クリアを拭いた時に弾くっていう可能性があるので、これぐらい、なんていうのかな、ペーパー傷が残ってた方が、クリアの食いつきがいい場合もありますので、1500番のね、ペーパー傷は気にせず上からクリアを吹き重ねて大丈夫です。はい。で、ですね、さっきも言いましたけれども、今現状これですね。で、これを一発バッと吹いて、ツヤツヤにしてやるという工程なんですけども、なかなか勇気がいる作業なんですね。で、コツは、遠くから吹くと砂吹き状態になりますので、ちょっと近めに、で、近いということは塗料が足りやすくなりますので、手はゆっくりではなく、早めに動かすという感じですね。はい、だから、クリア塗装編の時にね、厚みを持たしていく、クリアをね、厚拭きしたと思うんですけど、あの工程に似てますね。はい、そんな感じでやっていきます。では早速やっていこうと思いますけれども、まずはね、ホコリ、あとは静電気しっかりね除去します。はい、それではねやっていきますよ。勇気を振り絞って、まあ、距離はね、そうですね、15センチから20センチぐらいかなというところ。それよりちょっと離れると多分ね、ここに乗るときにちょっと砂吹きっぽく乗っかせてしまうので、近めに、そして手の動きも早くということですね。はい、じゃあちょっとやってみますよ。一回試し拭きして、これぐらいのスピードです。で、届かないところもしっかりね、こんな感じです。わかりますか？ちょっと拡大してみましょうか。ですね、こんな感じになります。わかりますか？これね、まだ吹いた直後なので若干表面荒れてますけれども、これが乾いていけばもうちょっと落ち
ついてね、綺麗な塗膜に変わってきます。はい。これ以上はね、もうクリア吹きません。別にね、光ってくれればいいだけなので、簡単に言えば。クリア層にね、厚みを持たせるためのクリア塗装ではありませんので、仕上げのクリアですから、綺麗にね、表面こうやってウェットに仕上がってくれれば、それで OK なので、終わりということですね。他のじゃあパーツもやってみましょうか。はい。はい、これで終わりです。あっという間です。わかりますかね？拡大しましょう。どうかな？はい、こんな感じですね。全体的に使ってウェットっていう感じ。これがウェットっていう感じですね。ザラついてるとウェットっていう感じにはならないんですよね。これを目指して勇気を振り絞ってババッと吹いていくというのが仕上げのクリアの基本ですね。この角度で見たらすごくわかりやすいんじゃないかな。はい、中研ぎ彫りですね。もう一度クリアを吹いて一晩乾燥させました。もう触れる状態まで乾燥しましたので、ちょっと拡大して説明しようと思います。ですね、表面がですね、こんな感じになります。デカールの段差消す前のね、クリア面に比べるとね、かなり円滑で綺麗なツヤになってるのお分かりいただけると思うんですけれども、これはですね、中研ぎでね、しっかりデカールの段差だったりとか、表面のね、ゆず肌、要はみかんの皮のような状態になっていることをゆず肌というんですけれども、そういうものをね、サンドペーパーを使って綺麗に整えて円滑にした上で、もう一度クリアを拭くからこういう風に仕上がるということですね。はい。なので綺麗な仕上がりを目指しているという方は、中研ぎでデカールの段差を消すという作業と、その上にもう一度クリアを拭くという作業を覚えておいた方がいいかなと思いますね。はい。一応、リアウィングとかもね、こんな感じです。かなり円滑になってますね。綺麗に仕上がってます。はい、はい。それでですね、ちょっと余談になりますけれども、こういったね、小さいパーツありますね。まあ、今回のキットでいうとこれぐらいかな。で、今回はね、実演なのであえてこれもね、中研ぎやってもう一度クリアを吹きましたけれども、正直言ってこれくらい小さいパーツですと、デカール貼った後の1回目のクリアの時とね、ほぼ変わらないんですね。なので、無理してやる必要もないかなっていうのは正直なところがあります。こういう小さいパーツっていうのはですね、サンドペーパー当てづらいですし、無理に当てるとですね、すぐ削ってしまうんですね。なので塗装を削ってしまったということになると、もっと手間がかかったりしますので、そこまでこだわらないんだと、ある程度綺麗に仕上がってればいいやという方は、こういう小さいパーツはね、中研ぎ省いてもいいのかなと思います。はい。中研ぎはですね、結局こういう大きいパーツ、こういうパーツですね、そうですけど、大体そうですね、どれくらいかな、難しい判断なんですけど、こうパッと見て、ああちょっと荒れてるなってのが目視でわかるぐらいのパーツは、中研ぎはやった方がいいのかな。あとはデカール貼ってるパーツですね、それも中研ぎはやった方がいいかなと思います。はい。それ以外のパーツはね、そこまでこだわらなくてもいいのかなというふうに思いますね、正直なところね。はい。ということで、今回ね、中研ぎともう一度クリアを拭くというところをやってみました。で、これね、またしばらく乾燥させて、いよいよ次は仕上げなんですが、乾燥期間を待ってる間にですね、残りのパーツをすべて仕上げてしまって、最後の最後にこれをですね、磨き上げて綺麗に仕上げて完成というところを目指していこうと思います。はい。ということでね、今回の動画はこの辺で終了となります。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。また次回の初心者講座でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。